おはようございます。時刻は7時半30分ほど今回ったところです。本日より佐賀市周辺では、佐賀インターナショナルバルーンフェスタが無観客で、行われます。本日は大会1日目を、午前中の競技が、まさに行われております。で本日の競技はパイロットレクレアドゴール、パイロットレクレアドゴールが行われています。今日は、河川敷からの離陸ではなく、三日月の、グランドから離陸を行って、各自離陸をしています。でこちらを見上げますと、こっちはオフィシャルのパイロット、オフィシャルのチームの皆さんが、各自で今、離陸をなさられているという状況です。で僕の配信、 YouTube の配信につきましても、今日は木曜日ですね、木金土土曜日まで、大会行われますけども、土曜日まで、ちょっとね、河川敷ではないところから、安全には考慮して、配信というか投稿をしていきたいと思っておりますので、どうか、見ていただければいいんじゃないかなというふうに思っておりますので、午後の競技も、ありますので午後も、無事に行われるといいなというふうに思っております。ということで、本日はこの辺で失礼したいと思います。ありがとうございました。